それ以降、チャカさんは草は食べられてないですか？多分、ちょいちょい食べてるよね。食べてます。ちょいちょい食べてます。それは野球部時代にってことですか？いや、いや、今もですか多ね。分。なんかこのエピソードに味しめてるんですよね。僕がこの話すると、まあなんか滑んないっていうか、まあある程度受けるんで、なんか多分それが潜在意識にもう埋め込まれちゃってて、草食べる面白いみたいに多分チャカがなっちゃってる違うんですよ、それ。違うんだ。それは違うんですよ。それは違う。違ったみたいです。すいません。はい。この話して、まあ、受けるんですけど、この話を、まあ、その15歳の時から数えて、もう、例えば今10年ぐらい経ってるわけですよ。でも、こいつはまだ危機として喋るんですよ。どういうことかっていうと、僕が草食べるとこいつは喜ぶんですよ。だから僕は食べるんですよ。だこいから食つべるんはです。1本取られました。